り前のことなのになぜかかっこいいセリフ選手権やってこう。考えたわね。何よそのゲーム。言ってる内容は当たり前のことなのに、すごくかっこいいセリフあるよね。知ってるか。足を前に出さないと先に進めないんだぜ。その場で足踏みしてても変わりはしない。足を前に出す勇気を持てよ的な感じ。あ、パトの得意技ね。それっぽいこと言ってるけど、よくよく考えたらそれって当たり前じゃない、みたいなやつ。それをみんなで出し合うんだ。わかったかい、お二人さん。私の得意分野でもあるね。12秒をこじらせた私なら簡単すぎるね。俺、そういうのよくわからないんだが。大丈夫大丈夫、素で俺は誰とも群れないとか言っちゃいるあたりセンスあるから。他の黒歴史を平然といじりやがって。採点は最近ソシャゲを初めてガチャをするときだけ月下の幸運支配を使って月下に引かせて激レア引きまくりという合法チートにハマってるかな。だ月下お姉ちゃん、そんなことできるの？ちょっと1週間くらい貸して。貸してほしいなら俺を倒してみろよ。逆に泣かして彼ピッピにでも慰めてもらうんだな。まあその彼ピッピも泣いてんだけどな。パトが負けたら私が責任持って慰めてあげるわ。感謝しなさい。待て、それ勝っても負けても結果得するだけじゃね。いいね、どうせ全員敵で勝者は1人。ペアとかぬるいこと言われなくてよかった。そうか、お前ゲームとなると性格たくましくなりすぎてないか。やっぱり双子だな。カナメくん、せいぜい私の敵になってよね。敵にもなれないサンドバッグに用はないわ。言うじゃねえか。いいぜ、全員じゃふんって言わせて頭下げさせてやる。この中で一番の年上ってところを見せてやるよ、ガキども。うぜえ、当時キャラ出してこいよ、序盤ボスが。煽り合いさせてたらキリがないから、オオカから時計回りにちゃちゃっと進めて。ふふん、序盤から飛ばしていっちゃおうかな。お前が今前だと思っている風景、少し目線を変えるだけで見え方も変わるって知ってるか。右に回ってみんな、ほら今まで右側で見えていた景色が前になった。そして今まで前として見えていたものが左側になった。視点や視点でここまで見える世界は変わるんだよ。いや、すごくかっけー。今度俺もよ。俺はね、言ってることは当たり前なのに、なぜか教訓みたいに聞こえるわ。さすがだ、シリアスなムードで言われたら耳に残りそうだ。やるねー、もう一人のパトがいたみたいだったよ。いや、俺普段そんなこと言ってないからな。それじゃあ次、カナメ、オオカの彼氏として見せてみたまえ。一人で食う飯より、大勢で食う飯は賑やかでいいもんだな。一匹オオカミ、ロンリーウルフだったカナメが言うとしんみりくるな。昨日までは孤独だったのに、今は仲間のぬくもりを感じる。そしてそのぬくもりから出たさりげない一言っぽいセリフ。やるじゃない。言ってることは当たり前なのにね。パトのぼっち時代を見てきた私だから言える。本当素でそんな感想出してたよ。やめろ、俺の黒歴史時代を引っ張り出してくんな。私たちがいたのにね。あの時はニート2人を養う覚悟はあったわ。さりげなく私も含めないで、受験失敗は今でも落ち込むから。それじゃあ次はパト、賑やかでよかったね。その前振りやめろ、やりにくい。頑張れ相棒、今日を乗り越えたら明日が見えるわ。戦場が目の前の困難を乗り越えれば明日がある。感慨深い言葉だぜ。言ってることは当然なのにね。かっこいいセリフだよね。なあなあと時間を過ごしてたパトがそんなことを言えるなんて。さっきまでのテンション続けてんじゃねえぞ。なんか戦場に行きたくなったわ。今度作戦に同行しようかな。せっかちゃん、あまり危ないことはしないでよね。まあオオカが言うなら仕方ないわね。我慢するわ。オオカには素直なんだな。それじゃあせっか、やっちゃって。右の拳で殴ればちょうど左の拳が空いてるのよね。あらあら、左の拳で殴ったら右の拳が空いてる。偶然。あ、右の拳で殴ったらまた左の拳が空いた。なんか言い慣れてるな。まさかせっか、普段からそんな煽り言ってないか。理想っていうよりすでに愛用してそうなセリフだよな。やってることは当然なんだけど、すっとボケられた感じ、やられたら嫌だな。本当そう思う。訓練で何度も煽ってくるし、拳で殴ったら痛いって言いながら蹴りに変えたりさ。被害者近くにいたわ。蹴りバージョンまであるのかよ。あとは骨が折れたら音が鳴るんだね。とかねって潰されたら何も見えないって本当。とか治ることをいいことにかなりすっかってやってきたんだから。怖いよ、普通に怖いよ。なんでそんなこと言えちゃうの。メディアの教育の賜物ですな。相変わらずろくなことしないな。さて、それじゃあ大鳥として私がやっちゃおうかな。あ、カナもやっぱりやりたかったんだ。最後か。
もう次はないんだね。おいやめろよ、元気キャラが売りのカナがそれやったらバランスとかいろいろやばいだろ。お前が気にするところそこなんだな。なんか祭りとかイベントで最後って言われた時の寂しさを思い出したわ。そうだね、ゲームのエンディング、アニメの最終話、最後の意味がわかってるからこそ出てくる感情だよね。そうそう、最後だから次がない、当然だけどついポロッと言っちゃいそうになるよね。お前のせいで空気台無しだわ、カナ最下位な。一番みんなを納得させたのに。それじゃあかな、全部で揃ったところで順位をお願い。5位、私、4位、せっか。はぁ、なんでよ。審査員である私の心をえぐったから。せめて公平な判断しなさいよ。市場を点数にするんじゃないわよ。この悪徳審査員。それで次の順位は ?3 位、かなめ、2位、あと。いいか、惜しかったな。3位か、このメンバーの中なら悪くない成績だな。妹一匹狼噛んでてたぜ弟よ。誰が弟だ、死んでもお前を兄として見るかボケ。1位は桜花だね、2位は私の好み。本当最初から最後まで市場ね、絶対審査員役間違えてるわよ。パトくんや、約束だよ。結果お姉ちゃんを1週間この家に派遣、課金資金は帝国からでおなしゃす。仕方ないな、月下も狼は痛いだろうし、休暇として実家に帰らせるよ。どうせ月下だから実家から通えるだろ。へへ、欲しいピックアップキャラ、貫突ゲットだぜ。よくもまあ気もせずにゲームできるわね。せっかちゃんはゲーム下手だからねー、双子でも分かり合えないものさ。さて、ゲームに戻ろうと、激ムズクエストの途中だし。へぇ、狼負けたから私が1週間狼と過ごせと。そうそう、たまには姉妹の元気な姿を見たいだろ。ねえパト、私に隠し事ができると思ってる。できないけど知らないふりをしてくれる寛大なるお心をお持ちだと思っております。はいはい、とりあえずオオカのやってるゲームのガチャを引けばいいんでしょ。オオカもそれくらいのことで1週間も呼ぶ必要あるのかしらね。連休楽しんできてねー。はく、ごめんて。私も、一緒に行きたかった。次な、次は絶対ハクと一緒に出かけるからさ、機嫌直して。約束だからね、パトくんが次私を連れて行ってくれるまでここから離れない、仕事もしない、寂しい。ちょっとハクには寂しい思いをさせすぎたな。そうだ、ハク、当たり前だけどかっこいいセリフ、思いつくセリフでいいから言ってみて。お菓子は甘くて美味しいけど、食べすぎると体に毒なんだよ。おお、なんかハニートラップとかでありそうなセリフ、当然だけどかっこいいね、さすがハク。ちなみに私は、小さい微生物は視界に入らない、つまり私にとってお前はその程度よ、ね。さすが月下、数年前の月下なら言ってそうなセリフだ。さすがに言ったことないわよ、思ったことはあるけど。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。